どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はインポスター、追跡者ですね。一番近くのクルーが矢印で表示されるんだっけ。そう、こんな感じだね。今は一緒に宿舎に湧いたひな兄さんを指してるみたいだな。あれ、なぜか金庫室に戻ってきた。っていうかウパさんも宿舎はいてたのにまだボタンをされない。珍しいわね。じゃあ一応サボ入れておきましょうか。相方のみぞれさんが初手キルするかもしれないし。霊夢はひな兄さんとウパさんに挟まれてるから無理そうだけどな。って、みぞれさん。ああ、ウパさん死んでるー。あっぷな。なんとかひな兄さんキルできたけど。みぞれさん、これでもう私たち犯罪者ですよ。初手ミーティングダブルキルなんて、通るんかこんなの。やってしまった以上通すしかないわ。はあ。待って。死人だせ死人。一応通信直しました。ラテメメントモリシロ。じゃあもうそこ隠しろでよくて。グサミゾ。グサミゾシロで。グサミゾシロ、まあそこにラインでとりあえず。まあそうですね。ラインは可能性あるんで。メメさん私ラグくて最後しか見てないんだよな。メメさんとラテさんはキッチン脇だったはずだから。待って、ミゾレさんワンチャンあるかも。ああ、うん、ごめん、なんでもない。俺が速攻でダウンロードしてて、多分ゼンさんがエンジンから来てるっぽいっす。じゃあゼンさんはシロだよね。え、わかんないエンジンで死んでた場合もあるから。てか金庫で自分誰かとタスクやって、出た後宿舎エンジン通信ってそのまま言ってるんで。まあじゃあ白じゃない？まあ白だろうね。っていうかもう2死体出てるから、この時点で白出てる人はもう確定白で置いてよくて。はい来たー。ただラインは注意してって感じ。てかまあ私とみぞれさんが宿舎脇だったんですよ。で私が最初金庫室行ってみぞれさんがミーティング行ったんですよね。うん、合ってます。で、だから自分ウパさん見てないんですけど、でももしかしたらワンチャンウパさんめっちゃ早湧きで、自分が見てなくて、ミーティングの奥で、みたいな可能性は一応あるけど。自分エンジン脇で、ひな兄さんだけ死人があって。あれ、エンジン。確かにムサオさんと会ったんですけど、まあいいやそこは置いておいて、ゼンさんも多分見てると思うんですけど、ひな兄さんが宿舎からエンジンの方に下っていったと思うんですよね。ん？俺見てないっす。情報出すの遅くね。いや他の人の話があったんで。それはいいんじゃない別に。まあみぞれさんとりあえず城で置いていいんじゃないか。うん、いいと思う。とりあえずみそぐさラテメメは無理だから。いやラテメメは一応ラインってことで。いやメテオさんから城出る。じゃあそこ4人城でよくて。浮いてんの誰？浮いてんの誰今？自分イエモンさんゼンさんメテオさんかな。こん中で潰せる人いたら。ロラロラ全部通過。イエモンさんやってそう。イエモンさんどこ？エレキっす。メインからエレキにずっといる。待ってメテオさんからメメさんに城出るんだよね。メメさんはキッチン脇で配線しに行ったはず。っていうかダウンロードからアップロードまでやってる。じゃあもうそこ4人隠しろでいいわ。大回転しようこれ。なんかごまかせそうなんだが、大回転が決行されればもう勝ちじゃねえか。みぞれさんがうまいことをそのひな兄さんの情報を出してくれたわね。全さん見てないって言ってたけど、金庫室で誰かとすれ違ったって言ってたから、それが多分ひな兄さんだろうな。結果全さんは怪しいし、イエモンさんも浮いてるし、ラインはあまり疑われてない。途中あまりに露骨に繋ぐとあれだと思って、わざと若干切ろうとしてただろう前。うん、お互い白出しつつも、ラインではありません感を出していかなければ。この中にドアいないか確認しとく？っていうかドア出しちゃっていいんじゃない？もう出ていいと思うけど、います？死んでるかこれもしかして。死んでて笑った。まあまあまあ、大回転するか。とりあえずイエモンさんからでいい？イエモンさんからかな、うん。イエモンさんっぽいけどな。自分視点3人釣ったら2人外釣れるんでもう勝ちなんで。ほぼ会議時間を使うことなく、大回転が始まったな。イエモンさん、何も言わずに釣られていったわね。そういえば最初から怒涛の展開すぎて言うの遅れちゃったけど、今回の役職構成はこのようになっているわ。前回とほぼ同じで、マットホークってマップ全体を俯瞰できるマットメイトね。じゃあ味方がいるかもしれないのか。うん、もし能力使ってたら私たちのダブルキルって気づいているかもね。そして隠しろ役職のドアがもう落ちてるのもありがたいわね。前さんが釣られていったけど、少し議論が紛糾。本当に大回転でいいのかと、クルーに不安がよぎり始めた。そりゃあ対象の4人、全員白なわけだもんな。マットホークがいる可能性はあるけどね。とにかくあと1人釣れればほぼ勝てる。この会議が最後の正念場よ。まあ全メテじゃない、聞いてる感じ。自分視点はね。いや、イエモンさんは人狼だよ。なんでそんなイエモンさんは人狼だよって確信があるの？
まあそっか、死人がないのがそこだからか。いやいや、エモンさんはインポスターに決まってるだろ。まあ自分すります。まあそうかな。え、メテオさん、え、一旦落ち着こう、一旦整理し直そう。とりあえず私とラテさんはメテオさんからも白出てるからサンラインで無理じゃん。で、ミゾグサは？無理で。絶対無理でしょ？絶対無理ならいいよ、大回転で終わる。ミゾグサ無理なのはミゾレさん視点、確実にグサオさんに白出てて、グサオさんからも出てる？出る出る出る。出る出る。あるならあれか、グサオミゾレラインで。一応ケアするならグサオさんかミゾレさん釣った後にメテオさん釣るか。でもそうすると自分とメテオさんドラできなくなりますけど大丈夫ですか？まあそれ2分の1当てればいいし。ただそのライン、初っ端ミーティングで繋がらなきゃいけない。うん、そうだからないと思うけどな。それは正直私は4人白で置いてるけどな。うん、だってエモンさんでほぼ落ちてると思ってるから。正直ここまで釣った以上、仮にマットが残ってるとして1キルでも PP 盤面になっちゃうんで、自分ら釣って白だったらどうする。イエモンさんはさすがに自分視点はもうメテオさんほぼ確定で見てるけど、私もメテオさんかなと思うけど、なんかミゾグサがちょっと怪しいかなと思い出したけど。ミゾグサそうだな、私完全白前提で言ってたけど。私もミゾグサ完全白前提で言ってたけど。なんかこれでいいのかな。そう、私たちこれでいいのかなって気持ちになってきた。あははは、私たちこれでいいのかな。ミゾレさん、グサオさんが白ならもうメテオさん、レイマリさん釣れば終わりなんだけど。白だよ、白白白白、大丈夫大丈夫。メテオさん釣って終わんなかったらさ、レイマリさんが昇降機右待機して、メメさんが昇降機左待機して、私ボタン待機しとくからすぐ押せるんですよ。仮にも自分容疑者1ですけど右待機していいんすか。一応ミゾレさんかグサオさんも右行けばいいから。あー、まあそうだね。だから終わらなかったらそれでいい。それだったらすぐ直せるし。そうね、レイマリさん、ミゾレさん、グサオさんが昇降機右行って、私がコミャサボケアするわ。オッケーオッケー。昇降機左は誰？昇降機左とコミャサボは私がケアする。あ、オッケーオッケー。まあ 100% 終わんないんで。っていうかラテさんがボタン押せなかったら昇降機左行けばいいんじゃない？そうねさあメテオさん釣れたけど、まだ油断はできない。次の会議入るとレイマリさんは白を主張してくるから、ミゾグサから先に釣られる展開もありえる。できればこのターンキルして終わらせたいけど、サボ待機がされている。と、レイマリさんそこに湧くのは甘いぞ。リフトは今右にあるから、ぐるっと回っていくしかない。昇降機右待機組は私とミゾレさんとレイマリさんだから、レイマリさんがたどり着くまで直らない。っていうかこれコミャサボで私が直してるふりすればワンチャン間に合うのでは？いや、ここでミゾレさんが昇降機をしたな。よし、いけるこれ。宿舎前の扉は閉めておいたし、ラテさんとレイマリさんがめちゃめちゃいい動きしても厳しいでしょう。よし、あと5秒。これはいける、大丈夫だ。キルボタン連打。連打連打連打。やったー。いやー、まさか初手ダブルキルがここまで綺麗に決まるとはな。イエモンさんマットだったのね。インポスターっぽく釣られてくれたおかげで大回転できたわ。ミゾレさんの議論誘導もナイスだったぜ。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくな。それじゃあまた他の動画で会おうね。バイバイ。